大島義人は、日本の経営者。公益財団法人国土育英会代表。株式会社マグネット、ホールディングス代表取締役社長。株式会社ブルーバード代表取締役社長。SFCG 創業者の大島武信は父。慶応義塾大学経済学部卒業後、三井物産に入社し、そのアトリーマンブラザーズに転職。2008年。 アジアンセンチュリークエストキャピタルを経て SFCG 関連会社に入社し、その後株式会社マグネット代表取締役社長に就任。2009年 SFCG は民事再生法適用、後破綻する。2010年6月、父である SFCG 元会長大島武信が破綻前に同社の資産約418億円について、 資産隠しを図ったとして、民事再生法違反と、会社法違反、電磁的公正証書原本不実記録、同教養の容疑で逮捕された際、共犯容疑で、他二人の役員と共に逮捕され、マグネットの代表取締役社長を辞任するが、翌7月、処分保留で釈放される。父の大島武信は起訴されたものの、2014年に、東京地裁で一部無罪。 2016年に東京高裁で全面無罪の判決が出ている。2011年大島義人はマグネットホールディングスの取締役社長に再就任。その後マグネットホールディングスは収益環境が悪化して赤字が続き債務超過となって2016年ジャスダック上場廃止される。ありがとうございます。